いつも大変お世話になっております。古美術吉戸の吉戸です。本日はですね、私も初めて見て、初めて取り扱って非常に珍しいですね、素晴らしい。コサメツケのですね、コップみたいな、コップって言うとおかしいんですけど、まあ一応箱には、香炉っていう風になっておりますけど、包む香漬けみたいな、その、杯にもなるような、素晴らしくチャーミングで洒脱な、素晴らしいコサメツケをご紹介します。どうぞよろしくお願いいたします。本作品はですね、見てわかる通りですね、もう鮮やかで可愛くて、その手が込んでて、もう初めて見るような、もう、スーパーキュート。そして、ちょうどね、スリムな、この、何ですかね、コップ、湯飲み、グラス、みたいな品のいいね、寸法なんですよね。もう、それこそ、ビールの小グラスよりちょっとちっちゃいような、湯飲みをもっとこう、スリムにしたような、もうまさに、その、四季の杯にぴったりと言っても過言でもないし、お茶もしっかり飲めるしですね、香炉にも当然ね、ホヤをつければなるんでしょうし、まあ、なんていうか、本当に美しくて、可愛くて、その、珍しい。この文様を初めて見たんですね。明らかに特注品で。それで、まあ、包む香漬けとして何客か作られたっていう説が、まあ、有力ではあるんですが、でも、それにしたって、こんなのも何十年やってても見たこと、全く同じものが見たことない。超可愛いんですよね。うん。だこれがまあ、確かに10個とか揃いであったとして、まあ、十分あり得るし、まあ、包む香的なサイズではある。とは思いますね。うん、確かに。で、箱には、古い箱にはですね、南京染付、このなんだ、桶型、香炉っていう風に書いてますけども、その割にホヤがね、ないんですよね。まあ、ホヤが入るサイズ感ではあるのか。確かに。まあ、だけどね、これ、杯とか、その中、結局ね、香炉じゃなくて中にも釉がかかってますので、液体を入れる用途にね、こう用いられたということですから、まあ、やっぱり包む香漬けか、何かね、それは江戸時代からお酒飲んでたし、お茶も飲んでたから湯飲みとしてね、作られたっていう可能性も、まあ、存在するわけなんですけども、まあ、何にせよね、もともとの用途はどうでもいいんですけど、めちゃくちゃいいんですよ。もう非常にユニークピースでありますし、実際使えるし、その、もしこれがね、その、類まれな、ね、唐津の四季とかでありましたら、もう大変なことになっておりますし、やっぱりその手に持ち、シュッとこうね、収まりもいいですし、あとやっぱりずーっと見てても超可愛いし、なんかね、強さと美しさと品格と可愛さと洒脱さ、これを非常に兼ね備えたね、僕はこれ、名コソメ付けだと思うんですね。うん。だから、もともと古い箱で一脚でもともとね、こう残ってるわけだから、早い段階ではぐれたのか、そもそも一脚しかなかったのか、これはちょっとね、ミステリー。私にはわかんない。まあ、わかる人がいないし、おのおのね、それぞれに推測して考えていく、コサメツケ探偵が考えていけばいいことだと思うんですね。ただね、やっぱりこの、なんていうんですかね、一目見た時のパッとこう、ひまわりのような明るい、この、チャーミングな魅力、であったりとか、やっぱりその色の鮮やかさだったり、電性の感じだったり、その全体的なトータルバランスで見たときにね、もうとにかく理屈じゃないですよね。は、可愛い、欲しい、綺麗、青い、青がね、すごいこう、いいし、白がとろけるような乳白色に電性で来てますので、明らかにね、液体、お酒であったりとか、お茶であったりとか、そういったもので、こう、しっかり使われてきたなっていうのがわかるんですね。そういったこの、天性の美しいこの自然な艶やかな様子であったりとか、この青色のお酢の発色も抜群ですし、焼きがいいですよね。うん。だから、そういったあと、シェイプもそうだし、その一つ一つの作行きだったりとか、その桶型にね、こう、ねじねじってやられたところのぼっこりしたところ様子の作行きの装飾の良さだったりとか、もう、その一個一個テクニカリーにその良さを褒めていけば、いろいろその褒めどころがいっぱいあるんですけども、ただ単に可愛い、綺麗、欲しいって思わせるようなもんでしたね。チャーミング。例えばすごく魅力的な女性を見たときに、わ、すごい綺麗、可愛い、付き合いたいとか、で、友達になりたいと思うじゃないですか。で、一つ一つ、例えば、目が綺麗とか、色が白いとか、なんだ、背がいい、高いとか、こうスタイルがいいとか、いろいろ、その一点一点褒めようと思えば褒められなくもないんだけど、そんなことよりも、ただもう全体的に綺麗、可愛い、素敵、魅力的っていうなっちゃうじゃないですか。だからそんな感じでしたね。なんかこう、そうですね。なんか有無を言わせぬ、言語を超えた、とにかく可愛い、欲しい、こう使ってみたいって思わせるような、
とにかく日本人の心にぐっとこう来るようなですね、こうみずみずしくて青々しくて若々しくて、うん、これでね毎日お茶飲みたいなとかね、これで毎日なんかこうね、こうお酒を飲んだり、ずっとこうね仲良く友達として付き合っていきたいなと思えるようなね改作、うん、すごく愉快な痛快な爽やかで、その一点の曇りもないようなですね、人生を明るく楽しくしてくれそうな仲間になれるような素晴らしい器だと思います。だからね、細かいこと云々じゃなくて、たまには直感的になって、このわあいいぜって言って、欲しいぜって言って、最高だねって言って、いくらって言って、まあ買えたら買うっていうようなね、直感的なバカなね買い方もいいんですよ。あえてバカになるっていうこともありますし、そんな高いもんじゃないんですけど、なんですかね、いろいろ考えるよりも先に心がねこれを求めた、うん、そういうその根源的な、そのノンバーバルな、その直感に訴えてくるような魅力のある古美術だと思うんですね。そういったものをやっぱ持ってることによって、自分の人間的なこの魅力とかチャーミングさっていうのも引き上がってくると思うし、使ってるうちにその意味が分かってくると思うんですね。その写真だけでは分からない、手に撮った時の重さだったり、ぽってり感だったり、手の吸い付きだったり、その肌の麗やかさ、艶やかさだったりっていうのは、それは所有した人にしか分からない本当の魅力がこの作品にはあるんですね。だからね、これは本当にいい作品。その写真とか動画とかテクニカリとか技術的にとか、その学術的にどうこうっていうんじゃなくて、美術的に本当にいいやつ、本当に可愛い、まあ、超希少、僕がもうね専門として何十年やってきて初めて見るやつ、初めて扱うやつだから、とっても珍しいことは間違いない。だからこういった素晴らしい作品、まだみんな見たことないと思うんだけど、こういう見たことないものをどん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 バン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 こう YouTube にいっぱいアップしてって、こんな古美術があるんだ、こんなの面白いっていう風に思っていただけたら幸いだと思います。どうも本日もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。古美術吉戸は、古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。